Mio, kami no kokitsuji da. Yo no tsumi o tori no zoku. Kami no kokitsuji. Kyo, watashitachi no hahanaru kyōkai wa watashitachi no me no mae ni kami no kokitsuji o shimeste kudasaimasu. Kono watashitachi no me no mae ni hirakareru atarashi toshi no, sono panorama ni, sono keshiki ni, no naka ni, no mannaka ni, watashitachi o suku, watashitachi no tsumi o tori nozoku, kami no kokitsuji o shimeshite kudasaru. Shimesu, kyōkai ga watashitachi ni itsumo, mainichi, この新しい投資の門だけではなく、毎日毎日、起きた時には、寝た時には、そして仕事を始まる前に、学校に行く前に、学校の中では、仕事の現場では、人間関係の真ん中に、教会がいつも私たちには、神の子羊を示してくださいます。彼だけ私たちを救うことができる。イザエル人にとっては神の子羊というとすぐわかる。ね、子羊、ほふられた子羊について話すとすぐ杉越のことを思い出す。杉越、イザエルの民の救い、解放。でしょ？奴隷の状態から銃の状態への移し。この杉越。だから、彼こそ私たちを杉越させる。彼こそ私たちを救う。彼こそ私たちを解放してくださると。すぐわかります。で、兄弟たちを本当に、素晴らしいことです。昨日私たちが、ね、自分たちがメシアではないということをはっきり照らされてくださった。教会があなたが相手を救うことはできない。あなたがね。あなたが主人、奥さんなどの救い主ではない。メシアではない。今日、奥さん、主人、子供、兄弟、そしてあなた自身を救う方を示してくださる。これがクリスト。教会の中に生まれたクリスト。教会の中で私たちに自ら渡されるクリスト。この社会では、いつも悪を除くためには、取り除くためには、罪人も殺され。罪人も殺される。心から、その悪、その罪を取り除くのは、この世ができない。この世の罪はこれこそです。プライド、傲慢、自分が神となる。自分が神となるから、自分が判断することができるので、自分が悪と善を分かる。そして、悪を持っている人を裁く。相手のを持っている、その兄弟、その人、そのグループ、その国と戦わなければならない。その人の心から悪を取るためには、結局、その人、すべて殺してくださる。殺してしまう。これあなたもする。私もする。お父さん通して、何度も何度も、自分の子供には、悪い点があれば、なんか、ね、いろんな方法を使って、その子供の心から、あるいは頭から、その考えから、その悪を除くためには、結局、相手を殺す、相手を消す、その子供を消す。主人と同じ。奥さんと同じ、両親と同じ、兄弟と同じ、仲間と同じ、友達と同じ。
わかる。だから、あなたが相手の救い主ではありません。この世は誰でも救うことはできません。正義、哲学、いろんな宗教、どれでもできない。クリストだけ、罪のないであるのに、罪人のに代わって、命を懸けた。自分を捨てた。子羊、ほふられた子羊として、彼が私たちに代わって、子供に代わって、奥さんに代わって、彼が死んで、葬られたんです。彼が、相手の罪、自分の罪も、背負った。それによって、それを抜けた。それを取り除いた。問題はただこれです。すべての人々の問題はこれです。社会の問題はこれです。学校の問題はこれです。国の問題はこれです。会社の問題はこれです。あなたの家族の問題はこれです。諸局の中にある問題はこれです。交わることはできません。愛することはできません。どうして？悪が私たちの中にあるから。そして人間は、いくら努力しても、いくら、法律を作っても、いくら相手を責めても、裁いても、牢屋に入れられても、殺しても悪は続けます。どうして？人間は、母の足りないから、罪に汚れていたから。汚れている。だから、子供を救いたい。子供を手伝いたい。クリストに導いて。クリストのところに一緒に行きなさい。神父としてもそうです。ああ、雇用しなければならない、雇用しなければならない。ああ、この人がすごく問題があるから、なんかこれをしよう、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 これをしよう。無駄ですよ。無駄。この人に福音を述べ伝え、そしてちっちゃな共同体に加えられて、招いて、そしてそのちっちゃな共同体の中では、キリストが現れ、神の子羊通して、その問題のある人、その罪人まで、キリストご自身が言葉を通して、秘跡を通して、教会、その体を通して、その子羊の体である共同体を通して、その人、つまりあなた、私、子供、兄弟、主人、奥さん、まで来ます。肉体となる。そして、私たちの心を変えます。教会の中では私たちがこの心臓の変えること、その手術を受けることができます。教会はこの手術を私たちにしてくださいます。悪い心が取られます。そして、それに代わって新しい心が与えられます。そしてその心が聖霊をいただくことができる。謙遜な心。自分が罪人に過ぎないものであるということを認める。その心が与えられ。本当に謙遜な心。羊、子羊のような心。そして、その心には聖霊が下ることができます。そして宿ることができます。暮らすことができます。とどまることができます。キリストが聖イレネオによると、神が人間となった理由は、聖霊に宿を与えるため。キリストの肉には、イエス・キリストの肉には、聖霊が人間の心の中に入り、そちらに留まるのを学んだ。キリストによって、キリストの肉によって、人間には止まることができる。そして、キリストの肉によって、キリストの一生涯に、の流れでは、聖霊が人間には住むことを習いました。慣れた。ですから、キリストによって、私たちはキリストと共に、キリストと一体となると、教会の中では、その共同体の中では、キリストと一体となると、聖霊が一人一人には、私たちには宿る、泊まる。そして、キリストの霊を持っている人が、子羊のように生きる。不正にと戦わない。
Fuseyo Seo. Ai teniva Sabaki o Ataero no Devana Yoroshi Nintai Tai Shinobu Kokoro Arawasu Cristo Goji Shinga Ai Teni Arawaremasu Anata Otoste Kodomo Niva Anata Otoste Kyokai no Shinja Niva Shinpo de aru Anata Otoste Cristo Goji Shinga Arawaremasu Sono Awaremi, sono tsukushimi ga arawaremasu. Soste aite mo sono jibun no kibo Cristo ni oku koto ga dekiru. Soste Cristo go jishin ga kyokai o toste, kyodai o toste, aite no kokoro kara sono tsumi o tori no zoku. Kyokai wa iwareru sukui no hiseki to iwarete imasu. Vatican, dai ni Vatican no kokaigi wa 教会が救いの秘跡であると。あなたの兄弟はこの救いの秘跡。あなたのため、そして、あなたの兄弟のメンバーが近づく人々のためにも、その救いの秘跡となる。そして、それに接する人、それに近づく人も、クリストに出会って、クリストの救いを得られます。これは私たちの生き方。今日、洗礼者ヨハネを通して、教会が私たちに改めて、そのキリスト者の生き方を示してくださいます。どうぞ、ね、自分の共同体、教会と共に歩みましょう。